まあこれ別の話なんですけど、別の話です。カジノって結構ルールがあのしっかりしてて厳しかった。本当に厳しかった。結構、ね、帽子をかぶってたりすると帽子脱いでくださいとか。そう、帽子絶対ダメみたいな。帽子ちゃんとったらみたいな。スマホをテーブル上に置いてたらやめてやめてみたいなとか。ノーノーノーみたいな。でなんかあれだよね、お札換金する時も、うん、お札テーブルに置いてくださいって言われて、あ、そう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 、はいって置きましたって置いたら手離してみたいな、めっちゃ怒られて、そう、すいませんっつって手離してみたいな。そうっていう、多分イカサマ防止なんだよね。そう、イカサマ防止で結構ちゃんと厳しくルールがあって、はい、そんな中でやらかしたポンをどうぞ。はい、あのこのね、枠の中にかける金額、かけるそのチップを一つのタワーに積むんですよ、しっかりとね。だから複数タワーとかダメなんだけど、うん、基本的にうん、でも何回も何回も2つに分けてるタワーを何回も置いてて、それで毎回ディーラーのね、お姉さんが NO! NO! ワン、ワンタワー、ワンタワー、ワンタワーだよって、何回も何回も積み上げろって言ってんだろみたいな。めっちゃ何回言えば分かれねえみたいな。さ、なんかこいつ頭おかしいだよみたいな感じ。何回やんだよってめっちゃ笑われてたな。そう、呆れられてました。でもディーラーのお姉さんすごいいい人だったね。いや、もうディーラーのお姉さんと勝負しに行ってたまであるよ、本当にね。いや、でもなかなか我々が大負けして、はい、 You win っつって、まあ、You win バイバイって言ってね、 You win strong バイっつって、いやー、絆が芽生えたな。ねえ、楽しかった、カジノ。いや、ほんと楽しかった。先生。もしかしたら、次はラスベガスとか行くかもしれない。いやー、やばいよニコピに全力で止められちまうよという感じで、うん、これがじゃあ次が最後の、はい、イラストですね。はい。はい。赤ババーテンテンですね。赤ババーテンテン。帰り、ほんとに帰りのタクシーの出来事なんですけど。そうだね、空港に向かう時のタクシー、これをじゃあ私が話しますね。はい。空港に向かう時のタクシーで、タクシーの運転手さんがめちゃくちゃおしゃべりだったんだよね。そう、めっちゃ喋ってくれるの。みこたちが観光客だからってのもあるかもしれないけど、すごい優しかったよね、うん、いろんな解説をたくさんしてくれてたの、ね、そうそう、ここはなんかシンガポールで有名な観光地だよとか、うん、なんか日本に行ったことあるよとか、こんなところが素敵なんだよ、また来てねとか、そう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 、うん、はい、そんな話の中の一つで、なんかあのシンガポールにしかない木、うん、が あったんだよね。ここの道路の端に植えられてる木は全部シンガポールにしかない木なんだみたいな。あ、そうって言ってたらしい。そう説明してくれてるのをスタッフさんが翻訳してくれてたんだけど、そうそうそう、それをそう、みこちがへーそうなんだつって、で運転手さんがこの木の名前はね、ブロッコリーツリーって言うんだつって、うん、で私は分かったんです。ブロッコリーツリーっていう名前なんだ。ブロッコリーみたいだから、育ったその木が大きなブロッコリーみたいだからブロッコリーツリーなんだよっていうことだったんですけれども、うん、みこちはすごい、ブロッコリーがこんな大きくなるのってシンガポールってすごいかなーって、すげーなー、ブロッコリーでっかくなるんだで言い始めて、こいつマジか私はこいつマジか、みこち、みこち肩ポンポン、違うよ、俺はブロッコリーに似てるからブロッコリーツリーって言ってるわけで、ブロッコリーが大きくなったわけじゃないよっつって、でも運転手さんもへーすごいっていう反応で、もう日本語も喋れない方なのに、それだけで分かったんですよ、うん、あ、この人はブロッコリーがこんなに大きくなるんだって勘違いしているっつって、運転手さんももう分かって、あの、なブロッコリーに似てるからっていう意味なんだよみたいになって、めちゃくちゃ否定してくれてた。あ、そうなんだ。え、そうだよ。あら、あなただけですからね、何も気づいていないの。スイちゃん見て、はい、こんなに赤バーバー先生、スイちゃんの絶望顔のサボを作ってくれてこいつバカだな、こいつバカな、こいつバカだな、パターンがめっちゃある。これはブロッコリーじゃないよっていうねお話でした。はい、お話でしたと。はい、